おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニック、ワンポイントインポータントインフォメーション、重要な一つのテーマをお届けしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は8月は6日火曜日ですね。はい、今日のテーマはですね、日本は国としてですね、熟年期から衰退期に入っただろうというお話をします。そしてですね、衰退期もいぶし銀のようなですね、内容のある素晴らしい衰退期に入っていったらいいんじゃないかというお話をしたいと思います。はい、昨日のですね YouTube でですね、公園で驚いたことに、公園で朝早くからご自身の体を磨いている人たちが日本人じゃなくてですね、中国人とか韓国人の方が多く目立つと。日本人の若者がですね、朝早く起きてですね、まあ5時台に起きて駅前公園なんかで頑張ってご自身の体を磨いてるかと、ご自身を投影してるかというと、どうも大陸から来た人たちに日本人はやられているんじゃないかというお話をしましたが、実はですね、これはですね、もう止められない傾向だと私は思いますね。というのは、すべてのものにですね、まあ国だって生きてるわけですけれども、地球だって生きてるわけですけれども、すべての生き物にはですね、成長期と熟年期と衰退期があるわけですよ。私どもがですね、まあ15歳からまあ会社定年するですね、まあ50何歳の間ですね、まあ熟年期でしたね。ものすごく国自体がですね、活気がありました。頑張ればどんどん物は売れましたし、私はマーケティング部長というのをやってましたけれども、作れば企画すればどんどん物が売れる時代がありました。今はですね、どんないい企画もですね、どんないい製品を出してもですね、なかなか売れない時代になりました。すなわち、衰退期なんですよね、国自体が。そしてですね、私のまあ子供の頃ですね、まあ15歳まで伊豆の大島にいましたが、伊豆の大島のことを思い出しますとですね、あの頃は伊豆大島の人口は1万2000人ぐらいでしたね。そして常に観光客がですね、1万人ぐらいいたんですよ。島の住民ぐらいですね、観光客が来て観光を楽しんでくれていたんですよね。ですから倍ぐらいに膨れ上がってですね、2万人を超す人たちが伊豆大島にいたわけですよ、常時。ですから私がですね、15歳になるまでの伊豆大島はものすごく活気づいてました。しかし今はですね、その1万2000人いた島の人口がですね、7000人とか言ってますね。7、8000人しかいない。まあいずれですね、5000人ぐらいになってしまうでしょうね。そしてこの日本国もですね、東京に一極集中してますが、いずれですね、1億2000万人ですか、いる人口もですね、5000万人ぐらいになってしまうんじゃないですかね。1億の半分以下。じゃあですね、その衰退期に向かっているこの日本はですね、もう使い物にならない国になるかというと、私は決してそうではないと思います。振り返って、お話しますが、伊豆大島、今ですね、今行くとですね、とても自然がですね、静かに自然がですね迎えてくれてですね、しっとりした国、島ですね。ガチャガチャしてないです。自然の木々がですね、
鳥とかリスとかが自然に走ってですね、自然の島としてなかなか評価できるなと思いますね。人がたくさんいてですね、ガチャガチャしてればいいってもんじゃないと思います。そしてこの日本もですね、これから衰退期に入っていくことは間違いないんで、じゃあどうすればいいかというとですね、衰退期にはですね、いぶし銀というんですけれども、銀ですね、銀、キンキラ金の金じゃなくてもいいじゃないかと、いぶし銀のようになってですね、本物の文化がより栄えるような国になっていけばいいと思います。そして銭金じゃなくてですね、本当の文化の姿を見せてですね、隣の中国、韓国、北朝鮮、ロシアなんかもですね、ああ日本には学ぶものがあるなというふうになっていくべきだと思います。はい、私はですね、日本地方なんかもどんどん過疎化されていきますが、そう衰退すれば衰退したでですね、ダメになる、ボロボロになるんじゃなくて、いぶし銀のように素晴らしい文化を継承してですね、より素晴らしい文化をもっと素晴らしくしてですね、いぶし銀のような国になっていくべきだろうと私は思います。私自身もですね、コミュニケーションのトレーナーとして作家とかですね、講師業をやってますが、そのような見地からですね、私の出版する本にしても、皆様の前に立ってお話しするですね、コミュニケーションのトレーニングのですね、スピーチもですね、狙うのはいぶし銀の日本、自分自身もですね、自分自いぶし銀のお年寄りになっていきたいなと思います。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。